こんにちは、ネコス王国です。本日はサイヤ人の歴史についてです。現在、第7宇宙の純粋なサイヤ人は悟空やベジータ、ブロリーなど、ほんのわずかしか生存していませんが、フリーザに惑星ベジータを破壊される前までは、数多くいたことがわかっていますよね。サイヤ人たちはもともと、惑星サダラという星に住んでいましたが、仲間割れによってサダラが崩壊したため、移住をすることになります。そして英治550頃に、惑星プラントという星にたどり着いたサイヤ人たちは、およそ170年間にわたり、原住民であるツフル人たちと共同生活をしていましたが、だんだんとツフル人のことが邪魔になってきたため、英治720頃に、サイヤ人側から戦争を仕掛けて滅ぼしてしまいました。GT の世界戦では、ツフル人たちは最後の抵抗として、その科学力で寄生型生物、後のベリーを開発し、それにツフル王の遺伝子を組み込んで、宇宙に放ちました。その後惑星プラントは、戦争を率いていたのがベジータ王であったことからか、惑星ベジータという名称に改められ、サイヤ人たちが支配することになります。そしてベジータ王は、とある女性を妻に迎え、サイヤ人の王子ベジータが誕生することになるのですが、このベジータの母親については現在も謎のままとなっています。一方で悟空の母親も、原作の段階では判明していませんでしたが、後の作品でギネであるということが分かりましたので、ベジータの母親についても、漫画版ドラゴンボールスーパーなどで判明する日が来てもおかしくはないでしょう。さて、そんな感じで他にも様々な出来事があったサイヤ人の歴史ですが、その中で私が最も興味を持っているのは、千年に一人現れるという伝説のスーパーサイヤ人です。ベジータ曰く伝説のスーパーサイヤ人は、どんな天才戦士も超えられない壁を越えてしまうサイヤ人だということで、公式本であるドラゴンボール大全集によると、英治紀元前238頃、つまり悟空とフリーザがナメック星で戦っていたあの日の、ちょうど千年前に、伝説のスーパーサイヤ人が誕生していたとのことです。そしてそのスーパーサイヤ人は、破壊と殺戮で宇宙を恐怖に陥れた、とも書かれており、まさにドラゴンボール Z の映画で登場した、旧ブロリーのようなサイヤ人だったのかもしれません。一方、鳥山先生は2017年に発売した最強ジャンプ1月号の付録冊子にて、インタビューに答える形で、ある人物の名前を初めて公表しました。それは、初代スーパーサイヤ人、ヤモシです。ヤモシは、サイヤ人の星が惑星ベジータですらなかった頃、つまり惑星サダラの時代かと思われますが、サイヤ人でありながら正しい心を持っており、仲間5人と共に反旗を翻し、戦闘員たちと激闘を繰り広げました。ヤモシは追い詰められましたが、土壇場でサイヤ人史上初めてとなるスーパーサイヤ人に変身し、その戦いぶりを見た戦闘員たちは驚愕したそうです。ですが、結局は多勢に無勢でヤモシは力尽きてしまい、それ以降は魂となってさまよい、正しい心を持つ6人のサイヤ人を探し続けているのだと言います。さらなる救世主である、スーパーサイヤ人ゴッドを求めて、ここで気になるのは、このヤモシはいつ頃現れたサイヤ人なのか、ということなんですが、それについては、今のところ公式的な設定は見当たらず、分かっていないんですよね。ですが、先ほど述べた英治紀元前238頃に現れた伝説のスーパーサイヤ人が、破壊と殺戮で宇宙を恐怖に陥れるような人だったということなので、少なくともその人物はヤモシではないでしょうね。となると、ヤモシはもっと前に生存していた人物だったのではないか、と予想することができます。そもそも、サイヤ人の歴史というものが、一体いつから始まったものなのかも不明となっていますから。例えば、歴史が5000年くらいあるとするならば、1000年に一度のペースで伝説のスーパーサイヤ人が誕生するとのことですので、ヤモシを初代として、過去に5人くらい誕生していても全くおかしくはないということになりますね。ただでさえ、現在はスーパーサイヤ人のバーゲンセールが開催されている状況ですので、もしかしたら、思っている人数以上にスーパーサイヤ人は過去にも存在していたのかもしれません。また、GT の世界戦については少し違った歴史になっているようで、悟空は GT において、スーパーサイヤ人4に変身しましたが、実はスーパーサイヤ人4に初めて変身した人物は、悟空ではないのだそうです。
公式本のドラゴンボール GT パーフェクトファイルによると、スーパーサイヤ人4こそが、1000年前の伝説のスーパーサイヤ人そのものの姿、とのことで、過去に、スーパーサイヤ人4になった人物がいたらしいのですが、具体的にどんな人物だったのかは分かっていません。こちらも、仮に破壊と殺戮で宇宙を恐怖に陥れるようなサイヤ人であるならば、やはりスーパーサイヤ人4ブロリーのような感じだったのかもしれませんが、GT のリブート版でも制作されない限り、その真相が明らかになることはないでしょう。私たち BB ファンは、サイヤ人たちのことを知っているようで、実際はサイヤ人の歴史のほんの一部分しか知らないのです。悟空やベジータがスーパーサイヤ人に変身できたのも、過去の偉人たちの能力を引き継いでいるからなのかもしれませんね。ということで本日は以上となります。皆さんは今回の動画内容についてどう思いましたか？コメントをお待ちしております。最後にチャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。